LZ is hot. Press your advantage. はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回は、コールオブデューティーインフィニットウォーフェア、説明以下略やっていこう。あれ、音が出ない。ベータブリだね。ベータブリ、まあ、製品版動画なんだけど、まあ、なんだろう。もう、本当に説明しなくてもいい通り、トレーラーは荒れて、ゲームは結構酷評されて、結構ボロボロなゲームなわけなんだけど、それでもまあ、普通にハマってて、うん。別に特に文句はないというレベルなので、はい。楽しんで遊んでおります。こっち来そうなんだな。OK。まあ、ただちょっと、このブーストジャンプとかの感じが、違うので、BO3 とは。そこをね、BO3 をちょっとね、慣れ親しんでる人は、慣れがね、必要だと思うんだけど。で、この武器はね、ベータの頃からハマってる。なんだっけな。待ってくれ、敵絶対来るだろ、こっち。ローという LMG なんだけど。来た。UAV。まだ来るな、これ。で、ああ、こっちも来た。で、今のはガチャ限定武器なんだけど、まあ、同様にガチャ武器というものがあって、ただ、BO3 と違っていいのは、その、ミッションをこなして、その、強めの武器が手に入ったりだとか、あとは、なんだろう。普通にガチャ限定武器、ああ、とかじゃなくて、普通に遊んでももらえますよという、自分でサルベージポイントを貯めてね、そういう武器も多数あるので、そこだけはね、ガチャ運のない僕には非常に嬉しい。今いたな。おっと、 OK、 UAVなんかね、アップデートで UAV を呼べるちょっとポイントが高くなったらしいんだけど、いないな。よし。で、今 UAV とケアパケとウォーデンだね。ただちょっと死んだらこのケアパケ呼ぼう。このケアパケね、モダンの頃と比べたら優秀でね、ちゃんとどこを選んでもね、自分の元までね、たどり着いてくれるっていうね、優れるもののケアパケ。あ、いないな。デッサをつけてるからね、これでバレないように戦いたい。何の音だろう今のは。危ない。さあ、ウォーデンまでもう少しだが、エネミー UAV。こっち行くか。ウォーデンまであと45ポイント。あー、しまった。負けた、残念。こっちに期待する。この武器エネルギー銃だからね、一発撃ってもね、短時間経ったらすぐね、回復していくからね。これもありがたい。あ、嘘でしょ。 AP3X あります。これ初めて操作するんだけど、これ一番高いやつじゃね。さあ、敵はどこだ。おっと、いた。おら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 。あー、でも体力はあんまり多くないだろうから、OK。 さあ、ここ上だな。いてててて、やめて。 OK。 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 つえこいつはつえ。ケアパケ運はあるんだな。 OK。 ケアパケ運じゃなくてな、武器が欲しいんだけど、やられた。
イレーザー起動。おっ、ああ敵の防弾が出てる。さて100ポイント選手だからね、若干モダンリマスターよりもゲーム時間が長いしね。おっと危ない。おっとまだいた。あれ痛い。ん？こっち出ちゃうか。撃たれた。待って、敵も場所を見失ってる。オッケー。こっち来るな。あー危ない。あー硬い。さあエネミー UAV。結構僅差だけど、こっちから行くか。いない。待て待て待て。引くか。なんだと、暴走族だ。この暴走族というね、もう特別な SMG は、なんだっけな、股間に当たるとダメージがね、ヘッド並みに高いとかいうおかしな能力持ってなかったっけな。仲間やった。これ後ろが気になってないか。うーん、仕留めきれてない。なになになに。さてあと21人か。こっち壁走りしよう。おっ、うん、敵がいない。OK。さあこっちにケアパケが、オートエムが発動した。さあこっちにいるんじゃないか。いた。この武器精度もねめっちゃ良くてね、すげえ使いやすい。奥にいるな。あーバレてる。こっち行こう。仲間倒した。透明だった。このゲームね、アクティブ迷彩もね、 BO3 とは比にならないぐらいね、すんげー透明で危ない。いける。まあこんな感じで今経験値2倍期間。この武器ね、ローリーパーっていうね、まあ、ローのレア分類に当たる武器だ。じゃあ今回はこんなところで、次回もまた別の武器使ってやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。